家族写真とか、はい、日頃の動線に貼っておく。そうするとシナプスドバドバです。そうそうそうシナプスドバドバシナプスが増えれば増えるほど地頭が良くなる。熱中体験をたくさんすることで爆上がりしていく、はいはい、最後までシナプスが何かだけ分かんなかったですねあ、シナプスってねニューロンという神経細胞。子供がいるところで喧嘩、夫婦喧嘩が、はい、起きてしまって、はい、まあ、見せない方がいいのかなと思うんですけど、それはもう極力見せない方ですね。そうですよね自分の存在基盤が緩みますよね。不安です。それはまあメンタルに悪い影響。あんまり不安感が強いと脳が萎縮するっていうのも分かってますよね。マジっすか。まして一番困るのが、うん、自分のことで、うん、ママパパが喧嘩してる。これ子供にとってはね非常にストレスですよ、ね、うわなるほどなるほど。だから極力それは控えて、子供がいないところで、うん、でもそうは言ってもね、うん、もうやっちまったっていう時はあるでしょう、はいはいはい、そういう時は絶対ね仲直りする場面を、はい、演出も含めていいから見せてあげる、はい、それはやっぱ見せてあげることで、ああよかったママとパパは仲直りしたっていう、これがまたねすごく大事な教育なんですよ。はい、じゃあちょっと演出も入れて、演出入れていいです。俺ちょっと大人げなかったとこあった、うん、そう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 芝居臭い子供にならないですかね。大丈夫ですかまあそれもいいんじゃないですか。キャリア教育キャリア教育そういうことが起きてしまった時はちゃんと仲直りするとこまで見せる。そうそうそう。とはいえね、はい、なかなか親同士が大人同士最初のごめんねが言えないじゃないですか。そうなんですよね。それをね破るのがやっぱね LINE なんですよね。 LINE はね書き言葉なんですよ、はあ、だからね書き言葉は口では言えないことも言えちゃうわけ、はあ、これ私も実際まあまああるんですけど、はあ、女房と喧嘩した、はあ、ごめんねなかなか言えないじゃないですか、はあ、LINE だったらね、はあ、ごめんちょっとさっき言い過ぎちゃったごめんねーピースみたいなね。あ、絵文字つけてるじゃないですか。土下座、土下座のこういうやついいですねあれね。顔文字でそれを見ると、ね、女房の方も、はい、うん、私もちょっとごめんねみたいな返ってくる。言葉にできない時は LINE があるぞと。でこうですね。そう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 。僕雑だったなと思うのが、結構子育て番組とかやってるから、はい、結構マウント気味で入っちゃうんですよなんかあれらしいよみたいな、習ったんだけどこうらしいよみたいな。あ、それはまずい。あんた何にも見てないくせに、頭でっかちでそんなこと言わないでよみたいな。あ、当然そうだろう。対話ができない状態。はい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 。それ分かってるだけでも、はい、ね、凛太郎さん自分をメタ認知してるから自分のそのしょうもないところに気がついて、ね、これからちょっと順番変えてママの意見を先に聞いてあげてね、はい、共感なるほど、なんかこの自己肯定感の高ければすごく素敵な子に育つかなと思うんですけど、それと学力って一緒に考えていいもん別、まあ、全く一緒ってわけじゃないですけど、はい、まあ、ある意味ね、学力、はい、それもはっきり言っちゃうと、はい、遺伝の影響もかなりあるんですよね。特に数学のようなものは、はい、でもだからといって無駄ではない、うん、親が言葉に気をつけたり知的な環境を用意したりして、はいはい、で親が自分で勉強したりとか、うん、子どもの脳を育てようって気持ちでいれば、うんうん、親の努力によってどん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 シナプスがつながっていくってことあります。だから私は人生3つで決まるって言っても、はい、いつも言ってるんですけどね、はい、生まれつきの資質これありますよ、はい、あと親も含めて環境、はい、で3つ目は本人の自由意志。本人の自由意志っていうのは思春期後半でやっと出てくるから、はいはい、それは期待できないから親にできるのはやっぱ環境を良くするってことですね。で頭を良くするためにもう一つすごくいいのは本人が好きなことやりたがること、まあ、遊びですよね、はいはいはい、それをもうとことん遊ばせてあげる、はいはいはい、子供が好きな遊びに熱中してる時間来ても忘れて熱中してる、はいはいはい、この時に脳の血流が爆上がり、ドーパミンが大放出、はあはあ、こういう状態でシナプスが大増殖、はいはいはい、シナプスが増えれば増えるほど地頭が良くなる、はい、知能が高まるんですよ。それ生まれつきのものはあるけど、はいはいはい、それが全てじゃないです、はあ、熱中体験をたくさんすることで、はあ、シナプスが増えれば、はい、その子なりに爆上がりしていくと、はいはい、だから応援する。おい夕食だよいつまでやってんの、ダメにしろ、せっかく子供が
脳を鍛えて、はあ、今シナプスが大増殖しているのに今ゾーンに入ってるのに、そうゾーンに入ってる、ね、極力ね、まあ、脳のことを考えたらもうストップしないでやらせ放題やらせて好きなことを応援する、飽きたらもう次のこと、いちいち片付けさせない方がいいですね、後で片付けないわけだからね。最後までシナプスが何かだけ分かんなかったですあ、シナプスとねニューロンという神経細胞があるんですよ、はい、ニューロンという、はい、このニューロン同士をつなぎ合わせて情報をやり取りする、はい、情報の交差点、はい、これシナプスって言うんですよ、はい、これはね生まれてから後で育つわけ、はい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 、だから好きなことに夢中になってる時にシナプスが増えるとニューロン同士がうまくつながって処理能力が上がるってことだね。じゃあ渋谷のスクランブル交差点みたいにしとけばいいんですか。そうそうそう、あ、いろんな、ね、マジですか、いろんなネットワーク。もう一つね、私、はい、褒め社プロジェクトってのやってるんですけど、褒め社、写真で褒めようってやつなんですけど、写真でこれ非常に効果的で、はい、例えばお子さんが生まれてパパママが愛しげに見ているとかね、はいはい、家族写真とか、はい、まあ、スマホにいっぱいあると思うんですけど、はい、プリントアウトして、はい、玄関とかリビングとか、はい、あるいは廊下とか、はい、階段とか、はい、トイレに貼ってるうちもあるんですけど、はい、目につくところ日頃の動線に貼っておく、はい、そうすると私には大事なパパママがいる、はい、パパとママは僕のことを大切にしてくれる、愛してもらってるんだ、はい、嬉しいな、自己肯定感上がって愛情実感できてね、はい、素晴らしい。でこれがね、はいはい、褒めちゃプロジェクトの研究で分かったんですけど、はい、ママの自己肯定感が上がるんですよ、ママもママの自己肯定感上がる、これすごく大事です、なぜなら、はい、あの時大変だったな、あの時夜泣きが大変だったな、七五三大変だったけど嬉しかったな、私結構子育て頑張ってきたじゃん、証拠写真があるわけ。そっか、みんなでその写真を残して飾って、はい、自己肯定感を爆上げ、はい、シナプスドバドバですね。そうそうシナプスドバドバいやとんでもないやっぱり気づきと学びがありましたよ。で揉めた時はやっぱりこれを対応、ね、はいはいはい、対応していきたい。そうですそうですよ、はいはい、先生を見習って土下座、土下座かましていきたいなと思いましたね、はいはい、そうですね土下座ありがとうございました。